はい、どうかな、巣窟か。ここもダンジョンですね。まずは、散策はせずになるべく、目的の場所に向かおう。散策は動画界で。あれ、どっちだ、こっちはこっちでいいのか。違うな、こっちか。あ、いけるのか。違うな、こっちだな。ここ、多分これが正解というか、ベストだと思うんですよね。氷弱点だと思うので、私の出番だ。氷の、あったかな。精霊石ちょっと集められるなら集めたいな。一応弓放ってみるか。弱点だったらよかったけど、剣はどうだ？ダメか。これか？ダメか。痛い。ブーストしてこれ打ったら大丈夫じゃないかな。強い。ああ、いますね、なんか。準備はどうだ？とりあえず SP 回復使っておいて、まあ、これぐらいかな。よし、いきますか。エアハルト、びっくりマーク、ハテナ。ベリック、なぜお前がここに。話は後だ。まずはこいつらを片付ける。あ、ここは戦闘なしか。ベリック、お前久しぶりだな、エアハルト。お前は梨の邪魔を。近いな。まさかここまで来るか。あれは群れのボスだ。奴らを倒せば群れは統制を失う。俺が右をやる。いいな。分かった。二人、そちらは任せる。二人っていうか、二匹っていうか。油断するな。連中は高い知性を持っている。群れで動くリザードマンは手強いぞ。死ぬなよ。お前もな。この言葉が出るとは思わなかった。左行ってみたいけど、エンカウントするとちょっとあれなので、これですね。リザードマンの長。先陣に立つつもりか。そうか、お前にも守る者がいるか。俺にはもう守る者は、いや、町の人を守るって言わなかったっけ。あ、これ故郷で、故郷というか、お世話になった村ですね。村の名前は忘れましたけど。
そうじゃな。うん、旅の目的を果たしたらここに戻ってくるといい。これは言われたような気はしますね。いつ帰ってきてもいいように。あー、これおばこのセリフは覚えてるな。さあ、あー、この人たちも第2章ですね。よし、これはついさっきですね。五分をって言われたかな。いや、いる。王も国も民も俺は騎士として守れなかった。だが騎士としてではなく俺自身が守りたいという思う人々は今もいる。ならば今何も変わらない。俺の剣は守るための剣。覚悟しろ。守り抜くために、俺は負けられない。我が剣は守るべきもののために。私の出番だな。とりあえずここはですね、ブーストしてブッツコーダウンかな。弱らせておこう。何をしてくる。あ、仲間指。とりあえず効かなさそうだけどね。あ、こっちの方がいいかな。違う、これ。うん、槍が弱点かな。負けません。で、多分氷弱点なので。将来よ、待ち遅れ。あれ、ボスの方が違うのかこれ。いくよ。結構集金率高いな。どうしよう。よろしくね。かかってこい。ここ大事だな。オフィリアさんです。SP があんまりないので。ちょっと回復させておいて、ここはここは攻め時だな。はい、倒した倒した。うろたえている。防御色。いや、叩こう。あ、気絶か、これ。それはちょっとね、状態以上いろいろ回復するアイテム欲しいな。すべての状態以上回復する。あ、ここはこれでもう全部弱点見よう。あれなんだ、雷か。気絶をね、直したい。攻撃下げよう。普通に、いや、一回だけブーストして叩くか。あ、これ防御ダウンかな、多分。覚悟はいいか。ここは普通に殴って、どう動く？ここどうするかだな。うつぼダウン。
それさちゃん早く目覚めてほしいな。ここでこれを打ってブレイクだな。私の出番だな。ここはこれでいいか。マジックスティールだな。負けません。ここはどうしよう。あ、トレサちゃん起きたね。よし、これで5000ぐらい与えて。覚悟はいいか。覚悟はいいか。これで十文字切り。オールベリックさん強いな。ディスコーダウンだな。6ターンか。トレサちゃんはどうしますかね。結構 BP 大事だな。仏語ダウンもう一体入れて、あ、これはいけるか。ここはワンブーストで、SP をオフィリアさんに渡して、ネトモレーサーちゃんは、違うな。一匹どうしよう。オルベリックさんでいいかな。よろしくね。で、ここ一回ちょっと叩いて、私の出番だ。ああ、回ってきたか。じゃあ、盗賊の朝のマジックスティールダガーで。マジックスティールダガー。これで回復できるの美味しい。そしてあの SP 与えられるのもね大きいですね。ここからが本番だ。よし、ここは普通に殴って、あと1回で下げられるな。じゃあよろしくね。多分ギリギリまで粘った方がいいんじゃないかなこれ。どう動く。仏棒ダウン。守りが甘い。よし、行きましょう。もう打っていいんじゃないかな。ギリギリ、いやもういけるでしょ。そんなに。私の出番だ。ここで、あれどうしよう。魔物全力だ。なんか弱点つけるやつ。これは違うな。これでいいな。これでいいんじゃない。お、約1万。しかし倒せない。これでどう。あ、まだ倒せない。思ったより強い。ここで雷。まだ倒せない。となると。BP、オルベリクさんでいくかな。オフィーディアさんがいくか。まだちょっとステータスをダウンしてる。
負けません。で、覚悟はいいか。狙い撃つ。とりあえず、ぶつこはダムを差し添えておきたいから。私の番。いやー、どうしようかなー、これ。速攻アップか。で、HP そうか。いや、仏棒ダウンだな。守りが甘い。一回ここ叩いて、で、オフィリアさんの雷で、ブレイクできるから、ここは、これか。で弱点ついて、一応 HP もらっとくか。よし、ブレイクした。このフルの状態での雷。強い。ステータスのアップと、相手へのダウンと結構有効な感じしますね。さて、戻ってエアハルトと合流しよう。こっちは何もないのかな。あれ、なんか詰まった。回復は使用しておく。あ、いたいた。こちらも終わったか。これでリザードマンの群れは統制を失う。群れを蹴散らすのも楽になるはずだ。そうだな。オルベリク、ここへはなぜ？ブストフに聞いた。そうか、あいつに会ったのか。お前の事情もな。戦火で消えたグラナドの生き残りだと。そうか、確かに私はグラナドの生き残りだ。故郷を失い、そして行き場を失った私はとある傭兵団に拾われた。ホルンブルグを滅ぼす手引きをする。その仕事を私は団長から引き受けた。復讐のためか。そうだ、王は私の故郷を見捨てた。グラナドは最後まで王の助けを信じていた。許せなかった。アルフレード王に復讐を、そう誓った。私はホルンブルグに潜入し騎士となった。それからはお前も知る通りだ。あの戦いでお前は復讐を果たした。ああ、復讐に駆られた私は王はまっすぐに受け止めた。陛下は心の強い方だった。そうだな、あのお方は最後まで民を守ろうとした。
そんなアルフレードを、私は復讐を理由にして殺してしまったのだ。復讐を果たせば解放されると思った。憎しみから、悲しみから、絶望から。だが結果はただただ虚しいだけだった。達成感など微塵もない。それどころか思い出すのだ、騎士として生きたあの日々を。後悔した。後悔？ああ、後悔したのだろう。復讐のための偽りの日々だったはずだ。なのに何度も何度もあの日々が思い出された。お前たちと過ごしたホルンブルグでの日々が。傭兵団も解散し、私は流浪の旅に出た。ウェルスプリングにたどり着いたのも、そんな旅の途中だった。そしてお前はこの町を守ろうとした。ちょっと待って、試合しないといけないの。いきなりなんだけど。でも範囲に振るしかないよな。抜け、エアハルト。オルベリク。受け止めてやる。俺が、お前の怒り、憎しみ、悲しみも後悔、虚しさも、この剣で受け止め。切り払ってやる。俺は陛下を守れず、民を守れず、自身の剣の意味を見失った。だが気づいたが、意味は失われてなどいない。いないのだ。なぜ俺もお前も誰かを守りたくてまた剣を取ったんだ。エアハルト、俺にはお前の後悔など理解できない。そしてお前を許すつもりもない。俺は勝たなければならなかったんだ。勝って守らなくてはならなかった。陛下、お前もだからこそ今度こそ負けない。勝ってお前を受け止めてやる。抜け、エアハルト。俺もお前も剣でしか語れぬ人間だ。あの時の結果を忘れたか。とは言わん。剣に嘘はつけ。抜けば本気で振る。出なければ意味がない。ならば全てを剣に込めるのみ。これ合ってるのか。この戦い負けられぬ。負けられないですね。負けてもいいのかな。とりあえずね、鉄壁するのがいいと思う。守りを固める。覚悟はいいか。もう一回鉄壁を。守りを固める。さて、で、ため一回殴ってみるか。あ、はい、まだ大丈夫だな。
ここからが本番だ。そう、いや、まだ大丈夫でしょう。ちょっとブーストしてで、今。守りを固める。HP まだ大丈夫か。次のターンがあれだから、ここ叩いて、で、ここで、アイテムの回復のブドウ台を使う。ここからが本番だ。で、一回ブーストして、貯めるかな。覚悟はいいか。ここで一回こうかな。ここからが本番だ。これで十文字切りがどれだけ入るかな。5159。さて。で、ここは叩いて。ここは、鉄壁。守りを固める。で、一回叩く。なんか、非常にまずくないか、大丈夫か。一応使っとくか。使わせてもらう。何してくる？ああ。一回叩く。それは非常にまずいな。これブーストできないんだよな。まず鉄壁をちょっと。あれ、防御アップの効果切れてないこれ。防御アップこれ効いてる？守りを固める。効いてないっぽいな。ちょっと回復して。あれ使われるとダメなのか。守りを固める。まずいかもしれないな。あ、ブレイクしてしまった。してしまったって言い方おかしいけど。でもチャンスか。ここで。あ、ちょっとでも、威力が。ここからが本番だ。それをされるとちょっとどうしたらいいます。回復して。使わせてもらう。鉄壁、あんまり意味ある気がしなくなっ。それ嫌だな。
攻撃して、ちょっとまずいな。使わせてもらう。どうしよう。SP 回復使わせてもらうして、どうしようこれどうしたもんかな。ブーストがずっと使えない状態。ブレイクしたけど、やられるとターン数が増えちゃうからな。ここ攻撃でいいか。ここは回復ですね。使わせてもらう。それやめてほしい、やめてほしい。それ、これがマジできつい。さらに増えるでしょこれ、ターン数が。これのどうしたもんかな。使わせてもらう。またなっちゃうでしょ。一回叩いて、使わせてもらう。すごいこれグダグダだな。もうこっちも辛いな。アクセサリーかなんかでこれの耐性持ってる。あ、倒したか。非常に辛かった。でアイテムなんかゲットしたな。いや、てっきりやん、次のショーで私の負けだ、決戦を決めるのかなと思ったんですけど。不思議なものだ。いや、勝手なものか。全力を出して名を届かなかった。だというのに何の悔いもない。悪くない気分だ。ああ。エアハルト、一つ聞きたいことがある。お前に計画を持ちかけた傭兵団の団長と何者だ。そうですね、ちょっと薄々気になってはいたんですけど。オルベリカ、お前。じゃあそこが次の章かな。自分のために一国を滅ぼすほどの人間だ。放っておけばまた悲劇が起きるかもしれない。俺は今度こそ守らなければならない。なぜなら、それがお前の剣の意味だからか。そうだ。団長の名はベルナーという。そのベルナーは今どこに。私が任務を達成すると傭兵団を解散してリバーフォードへと向かった。新しい地名かな。私が知るのはそこまでだが。それで十分だ。知っているものから聞くしかあるまい。そうか。守るための剣
事だったか。エアハルト殿は。ああ、無事だ。ああ、来た。心配をかけた。群れの王者は倒した。これで残りの連中を掃討すれば、リザードマンの被害も収まるだろう。本当ですか？あの群れの王者たちを倒すだなんて。ああ、オルベルクの助力のおかげだ。私一人では無理だった。さすがは双璧の騎士。二人がいてくれれば怖いものなしだ。なんと感謝すればいいのか。ありがとう、オルベリク殿。礼には及ばない。俺も目的があってのこと。そしてその目的も果たした。俺は次の目的のために行く。オルベリク、私は分かっている。この町に残るのだ。すまんな。謝ることじゃない。ああ、一つだけ警告しておく。ベルナーには注意しろ。どういう意味だ？剣の腕はもちろん、底知れぬ怖さがある。強さよりも怖さが。そういう人だ。私より強くなったお前にだからこそ言う。あの人と比べてお前が弱いとは言わん。恐怖ってあのさっき1対1で戦った時になった状態のあれかな。だが恐ろしいと思うのは間違いなくベルナだ。お前がそこまで言う相手か。分かった。心しておこう。では行ってくる。すべてが終わったらまた会おう。ああ、必ず。かくしてオドベリクはウェル・スプリングを後にした。自らの剣は人々を守るための剣。それを思い出した今、ホルンブルグ王国の、に負けるわけにはいかない。リバーランド地方、リバーフォードへ、オルベリクの旅は続く。ちょっと長くなってしまいました。そして疲れたな。ですね、なんかアイテムもらったんですよ。多分オルベリクさんの装備じゃないかな。これだ。若干差があるけど、クリティカル率が上がり、行動速度も下がる。こういう、なんとも言えないものを、どっちが良いのだろうか。これでいいか。あれ、ミゲルの槍って確か戦った相手だな。誰のストーリーだったっけ？アーフェンさんだっけ？あ、そうですね。じゃあ次はですね、もう第3章。あ、そっか。オルベリクさんも45か。一番良さそうなのトレサちゃんの34かな。第3章。フィリアさんもいけるか。38。カイラさんレベル上げてないな、どうしよう。まあ、レベル的に、次はトレサちゃんかな。